待って、作り方調べよう。これね、どうやって食べるんだろう、知ってる？塩キャラメル的なやつなんかな。どうやって作るんだろう。コプリンがあって、塩があって、ソルトがあって、カラメルソースがあるんですけど、どうたらすればいいんかな。カラメルソースを入れました。あ、危ない。で、これ塩全部入れていいんかな、めっちゃ多いかな。これめっちゃ、可愛いよね。塩をかけます。ソルト、いただきます。うまい。え、めっちゃ美味しい。うん。うん。やばい。ね、まあ食べたい、みんな。また一の塩。新三郎商店。塩をかけて食べるプリン、花塩プレーンだって。え、めちゃくちゃ美味しい。塩味じゃないけど、うん、やばい、みんなこれ食べてほしい。え、塩かけただけで全然違う。え、めちゃめちゃ美味しいんだけど。うまっ。うーん、なんだろう、なんて言えばいいの。めっちゃ塩のなんかいい具合のさ、塩があるって感じ。よくないとさ、うーん、糸島って言ってました、お母さんが。うんまっ。なんだろう、スイカに塩かけるだって、そんな感じかな。しかも
ここの中に入ってる塩の量がめちゃくちゃちょうどいい塩の量なの。どこどこどこに売ってんだろうこれ。私ねプリンが好きなの。取り寄せできますからって。どうなんだろう、めちゃくちゃ美味しい。誰だねえ、めっちゃ美味しい。え、これだけどさ、他のプリンでも塩かけたら美味しいのかな。私今遠くて行けませんだって。でもなんか福岡市内でも売ってるところがありましたってらしいよ。糸島に行かなくても買えるかも。おいしい。なんでこんな塩がおいしいの。食べてしまった。マジで美味しかった。また一の塩って調べるのかな。また一の塩食べてみてください。次のはこの花塩プリンです。はやって言わないで、言わないでください。よいしょ。はやって言わないで。食べたくなってきました。だってはないね。焦がし塩キャラメルも美味しそうだし、生チョコナッツプリンも美味しそう。美味しかった。いや、講演ありがとうございました。 T2 でした。多分ねこの髪型やったことないと思います。ねじってで、いい感じでふわふわふわっと巻いてもらいました。なんかハーフアップが見たいってファンの方が多くて、あ、ニノもハーフアップしたいと思ったけど、普通のハーフアップじゃなんかつまんないなと思っちゃったから、結局ハーフアップのちょっとアレンジしたバージョンにしました。ここをね、ねじってもらってね。のーちゃん大好きだった、ありがとう。あ、でも今日は黒い天使でした。久々に、久々だった。久々に黒い天使でした。寒い。お友達がだって、お友達のね、分かったよ。なんか成人のお祝いしてみたいなボード書いてたと思ってたでしょ。分かった分かった。黒点でした。それで言うと黒点でした。一人ぼっちにさせて、
いっぱい映ってました。本当にティッチなのに映ってた。グロテンかっこいい、だってかっこいいでしょ。黒い天使見たかったです。だって久々だった。10月あれかな。なんかさ、昔 R で黒い天使やってたんだけど、その時の黒い天使と違くて。そうそうそう、窓から怪しげな怯える、ついていたら何が起きるかな。愛のバイトの僕が叫ぶ。エレちゃんやっぱ怒ってたかな。エレちゃんじゃなくて、だって理解の申し込みが怖いね、この角度。おしゃべり会の申し込みが始まってる。でもなんか意外と漏れてるくない？なんかこのなんか可愛くない？そんななんかお化けみたい。ね。今日はエゴサをしています。なんか私背でかいね。お話し会、そう、お話し会の話をしたかったら、お話し会はどうなってんの？完売が6月7、あ、5月7日が完売っていうふうには聞いたよ。他に増えたりしたのかな？オンライン申し込みしました。ありがとうございます。ありがとうございます。販売を8です。ありがとうございます。すごい、ありがとう。997日、ピエン、ヨインクの練習してるの。ありがとう。今日あと前髪横切ったよ、すっきりした。すごい。今日友達に行った、ななはちゃんの友達です。だって思った。なんかさ、ともかですって言ってたから、あ、もかさんの推しの方なのかなと思ってさ、えっ、ー、ってなっちゃった。ごめんね。覚えてるよ、もかさん。もかさん推しで覚えてほしいのかなと思って、顔は今覚えてる。覚えてる。もうあとは2回しかないらしいね。ブタブタもありがとう。
あ、豚なんか疲れちゃってやばいね、やばい、疲れてしまって、なんかさ、あそこ星投げしてる人の名前呼んじゃった怖いよ、怖くない、ありがとうだけど、なんか無意識に呼んでしまった。なんかここでさ一生懸命ジャンプしてさ星投げしてる人がいてさ、なんかさの名前呼んでしまった、ごめん、なんでもないです、ありがとう怖いね、火曜日午後ビーバーも、博多の細麺さんも、葵ちゃんも、鍋高さんも、アイデューパパも、フランも、フラン、ありがとう、ミラーボール。サットンも、ミッツンだって、はじめまして、ミッツン、ありがとう。ミッツンも、イニーも、高山陽水さんも、葵ちゃんも、そこいっぱいありがとうございます。サットンも、ピンパニーも、ビーバーも、葵ちゃんも、ありがとう。まつりちゃん、エミジーも、てっちゃんも、リッツも、すごい、なんかいっぱい、本当に私、アイテムをさ、送ってくださるファンの方、すごく増えましたよね、ここの1年くらいで。そう、なんかいっぱい、昔はさ、全然、アイテムはさ、あれなんですけど、本当に、ありがとうございますって気持ちなんだけど、でも本当に増えたんですよ、ここ、本当に。ありがたいなと思いながらあれしてますけど、ありがとうございます、本当に増えた。夢猫さん、たかちゃん、ニーシップ、あおいちゃん、ありがとうございます。今から歩いて帰る私に、あ、頑張れよくださいだって。いやー、私今日本当に寒くて、寒いの嫌いなんですけど、これで家まで帰りましたもうメガネを、メガネで目が寒いのを防いで、マスクをして、帽子もこのフードをかぶって、コートのフードもかぶって帰りました宇宙行くのかと思ねえ、面白い、宇宙行くよ、うちはこれから宇宙行ってくる、もう寒いから。でもほんと防寒です、もうね、あのね、本当にね、空気が1ミリも入ってきません。本当に入ってこないよ。その写真が好きですだって。なんかさ、いつも変な写真好きじゃないいつも変な写真好きな気がするんだけど、ストーリー載せたでしょ。あと手袋は私つけない派の人なので、あんまつけないんですけど、完全防備で帰りました。本当にやだ、明日私お仕事なくなっちゃったんですけど、寒いよ。でもね、今日の息がすごかったの。息ね、バスに乗ってきたんですけど、久々にバスに乗って、ストーリー載せたけどこれもう寒くて寒くてさ、もうさ、もう本当に寒くて、で雪が積もってるの、やばくない、これよ、怖いんだけど。もうさ、なんかもうそれでなんか疲れちゃった今日めっちゃ、もうリハ前に雪が、南国行けますだって、本当に本当に
多分私ね、しばらくの間多分これです。明日も多分寒いから明日もこの格好で行くし、しばらく寒いんだよね確かね。だから私この格好で多分歩きます。多分中は裏肝を着て、ヒートテックも着て、ヒートテック私着ないんだ。そう、サイズテックはちょっと暑いので着ない。もうね、これモコモコなの。そう、モコモコを着て、靴下履いて、でマスクして、メガネもつけて、もうフード2個かぶって行きます。寒いです。アイドルだと思いません。だってそうです、もう本当に寒いの。多分今日マイナスだったんじゃないかな。なんか本当はマフラーをしてたんですけど、マフラーが負けなくて、もう寒くて寒くて。5センチ雪が積もりました。だって寒いね。なんかね、もうね、もこもこすぎてマフラーが負けないの逆に本当に。まあね、なんか、まあ、このコードとこの服があったかすぎるからヒートテックじゃないんですけど、 T シャツとかロンティーとかだったらいるかもね。視野が狭くて危ないです。だって大丈夫、あの気をつけてきてます。今マイナス3度だって。寒かったよ帰り。寒い、だからもうやだよ。だからリノがまたこんな雪が寒い日が来るとこの格好になります。ちょっと怖いかもしれないけど許して。びっくりのちゃんだって。びっくりのちゃん、おー、じゃあ15分に終わりにしよう。地元の駅だったらバスが運休してました。だってひい、やばい、まだやるがないんだこの口内炎が。寒い寒い。もう早くお風呂に入った。熊本マイナス4度だって。皆さん、まあ外にいる方、お仕事これからだよって方、気をつけてください本当に。自分の安全を第一に、あの本当に気をつけてください。ともと、なんでペがついてるの？また新しい推しメンができたんですか。虫田さん、ガオさん、アイリーババ、なるちゃん、ありがとうございます。佐藤も、ジンタロウも、のりさんも、なべたかさんも、 TH もありがとう。てっちゃんもキラキラありがとう、かわいいそれ。コムさんありがとう、わー久しぶりじゃない、アイテムありがとう。今突然歯が痛くなった。なんで、あ、そう、ムック本が発売が決定しましたね。それで5期生はあの5期生全員で運動会をしたので、そちらのページをぜひお楽しみにしててください。今日もまつげが綺麗です。すごかった、5期生の体育祭がどっちが勝ったのかスタジアムにしたんですけど、楽しい。なかなか運動会を本にあのするの難しかったんですけど、どんな感じになるのか分かんないですけど、5期生はあれしましたね、運動会しました。でもまだチームとかはまだみんな分かんないのかな、分かんないけど2チームに分かれてしましたよ。力
しかもさ、めちゃくちゃガチで運動するのって久々だったからさ、すごいドキドキだったんですけど楽しかった。動きまくってぽい。靴下を捨てますっていうのがいつも得意なぽい。マジで家帰ったらさ、靴下をぽいってしちゃう。で、マジでそこら辺にぽいぽいって脱ぎ捨てておいて、あとでちゃんと回収して洗濯カゴの中入れます。ぽい。お腹すいた。ぽい。え、マジで本当にこれね、私の悪い癖。ぽいって置く、本当に置く。家に帰ったら大体ソファーかここのベッドに来るので。たらポイポイって脱いで置いちゃう。マロが拾いそうだって。クンクンしてる。やだ。やばい、なんかショールームのライト買わないとそろそろ。もう顔が暗いよね、ショールーム見てて。どう？暗くない？これでもいいんだったらさ、もういいやと思うけど。ちょっと暗いかな。やっぱ明るい方が可愛いか。目に光が入って見えるのはこの明るくなった方が可愛いんだよね。ほら。でもね、私のね、目的にはね、このカンライトの方がね、ありがたいんですけどね。まあ一応買おうかな。キラキラして見えます。だってありがとうございます。15分になりました。でもいろんなもの吸い込んじゃった、一緒に。ラッピーザトゥルー、終わりにしてもいいですか。私を抱きしめてラッピーザトゥルー、なくした真実。確かに。よし、あれしよう。メール、もう今日はね、雪で疲れた。うーん、お疲れ様でした。寒い。ちちちち、はい、締めろ送ります。寒いとやっぱあるよね。いきまーす。やばい怖い。せーの、シュー。無理して行ってよかった。ありがとう、気をつけて帰って。いつも公園来てくれてありがとう。早めに送っちゃった。ありがとう。シューなってありがとうございます。ではランキング見たいと思います。抽選が夢猫さん、12位がイニ、11位がビーバー、10位がガオ、9位がアイリューパパ、8位が吉田さん、7位がコムさん、6位がサットン、5位が高陽寺、4位が鍋高さん、3位が葵ちゃん、2位がフラン。1位がハセボのてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございました。グーカワー。
とうございます。てっちゃんでした。みんなを見てくれてありがとうございました。起きててくれてありがとうございます。寒い中頑張ってないです。じゃあまた明日。え、確かに私インスタライブ出てたね。ちょっとだけしようかな。いいですか。忘れてた。普通に。なのでこの後10分くらいだけインスタライブをしたいと思います。なのでそうよ、インスタライブするって言ってたりの。なので今日は終わった、今からインスタライブをしたいと思う。15分くらいしようかな。よろしくお願いします。いっぱいコメントしてください。インスタライブはいっぱいコメント読むので、インスタライブいっぱいコメントしてください。またね。そうだよ、インスタライブしよう。はーい、バイバーイ。今すぐに移動します。